次の準備をするときなんですが、自分が一番意識してるのは、この前の情報で、ダメになったルアーの処分、まあ、明らかに壊れたやつはすぐ分かるんですけど、自分が投げて巻いてて違和感感じるときですね、あ、斜めになっちゃってんなとか、そういったときは現場で、ここのね、アイが曲がってたりするときも多いので、直せるときは直すんですが、なんかいろいろやったけど調子悪い、いまいちってときは、まあ、自分の場合はね、メーカーの人間なんで、もうそれをね、こう処分して新しいのを補充するっていうような感じで、まあ、常に要はいい状態のルアーを使うようにしてます。なぜかこうやってブレードがいきなり取れたり、もうこれは多分水ベル破損ですね、こういう感じで壊れちゃったりした時はブレードを付け直したりとかしますし、フックですね。フックは、まあ、一番多いのは根掛かりとかで、まあ、根掛かって外れたけどっていうルアーを覚えておいて、次に使う前に必ず針先をチェックします。で、針先チェックして状態が良ければそのまま使うし、ちょっと気になるときは研いだりもします。こういう感じで、まあ、各番手のリングだったりフックが一通り入ってますんで、まあ、これで新しいフックに変える作業をします。前回の調校で気になった分、まあ、一番ダメなのは、嫌なのはやっぱりもうダメだったとか、それこそあ、ひび入っちゃったなっていうのをまたフィールド持ってっちゃうことですよね。で、投げようとして、あれ、なんか動きが変だぞっつって、うわ、壊れそうだ、これ壊れてたんだみたいなのはあんまりやりたくないので、使える使えないをしっかり釣り行く前に昨日の釣りとか前の釣りを思い出して管理してます。一番いいのは釣りした直後にね、やることだと思うんだけど、まあ、なんだかんだね、もう釣りから帰ってきた時はそんなテンションないですよね。だから今日干すだけ干して、次の日ルアーを整理するんですね。よっぽどのことじゃない限り、僕はルアーのラインナップを次の釣りに合わせて入れ替えるんですけど、その時に、まあ、要は前回の釣りを思い出して、あ、そういえばこれ根がかってたから一回ちょっと針先を変えとこうとか、そんな感じで管理してルアーの準備を終わらせます。